警告となりましたので、定例記者会見を始めさせていただきます。記者の皆様には、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私は、市長公室三次島と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、お手元の下に従いまして進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。説明の前に、本日お伺いしました資料の確認をさせていただきます。まず、次第でございます。北本市定例記者会見項目の資料1および2、令和3年第1回北本市市議会定例会会期日程でございます。和合で一まとめにしてございますのが、令和3年第1回北本市議会定例会提出議案の実施内容、同じく提出議案の概要表、令和3年度北本市一般会計特別会計予算および予算に関する説明書、令和3年度北本市一般会計特別会計予算参考資料、令和3年度北本市公共下水道事業会計予算書、議案及び報告一式、令和2年度北本市一般会計特別会計補正予算及び補正予算に関する説明書でございます。よろしいでしょうか。はい。それでは次第に説明に入らさせていただきます。市長よりお手元の資料1および2により説明いたしますのでよろしくお願いします。おはようございます。今日からコロナの接種開始という中、本当に、緊急事態宣言の中、たくさんの記者の皆様に集まっていただきましたこと、大変感謝申し上げます。それでは、次第に沿って、順次の説明をさせていただきます。最初に、令和3年の第1回市議会定例会についてでございます。召集日は、令和3年2月15日と書いてありますけど、22日に訂正させてください。月曜日でございます。議案は条例7件、それから事件議決3件、予算12件でございます。次、主な議案につきましては、令和3年度北本市一般会計当初予算について、また令和2年度北本市一般会計補正予算第11号についてとなっております。次ください。では、補正予算第11号等の内容について申し上げます。お手元の資料1の1ページ目をご覧ください。補正予算規模は一般会計第11号3億1012万3000円です。補正の内容につきましては、2一般会計補正第11号の内容にお示しした通りでございます。次に続きまして、令和3年度の当初予算でございます。令和3年度当初予算としましては、持続可能なまちづくり SDGs の推進、2つ目が災害に強い安心安全なまちづくりの推進、3つ目が新たな日常の実現と魅力あるまちづくりの推進の3つの柱により予算の編成を行いました。当初予算の内容について申し上げます。お手元の資料1の3ページ目をご覧ください。令和3年度予算は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、市税の大幅な減収が見込まれるなど、大変厳しい予算編成となりました。市政運営につきましては、第5次北本市総合振興計画に定める
6つの政策に基づき総合的に推進してまいります。特に令和3年度は規制施行50周年にあたる記念すべき年であることから、記念式典の開催や西洋欄の発行など記念事業を予定しております。予算規模は一般会計214億9200万円です。続いて当初予算案の規模についてでございます。会計別予算総括表をご覧ください。令和3年度一般会計予算は214億9200万円です。令和2年度当初予算額に対して10億5300万円、5.2% の増となっております。また令和3年度の全会計の合計は366億6257万2000円となり、令和2年度当初予算額に対して10億9575万2000円 3.1% の増となっています。資料1の4ページ以降につきましては、令和3年度主要新規事業として総合振興計画の柱に沿った事業を掲載しておりますので、後ほどご覧いただきますようお願いいたします。続きまして資料2のご説明をいたします。まず規制施行50周年についてでございます。資料2の1ページをご覧ください。昭和46年に県下33番目の市として誕生いたしました北本市は、令和3年で規制施行50周年を迎えます。令和2年度はコロナ禍において新しい日常への対応する中、イベントの自粛など我慢の1年でしたが、地域環境共生圏の活動や規制プロモーションの展開など本市の未来につながる事業も多く展開することができました。新年度はこれまで取り組んできた事業が芽吹き大きく育てる時期であると考えています。持続可能なまちづくりとしての取り組み、記念イベント規制プロモーションの推進、地域共生社会の取り組みなど幅広く展開してまいります。この後関連する主な事業についてご説明いたします。まず規制施行50周年関連事業につきましては、総額2074万円の事業を当初予算として計上しております。主な事業といたしましては、規制施行50周年記念式典事業、規制要欄発行事業、グリーンフェス事業ですかね、グリーンフェス事業、北本トマト栽培検定事業、カレーフェスティバル運営事業、規制施行50周年記念企画展示事業等々を予定しております。規制施行50周年事業の実施スケジュールにつきましては、規制50周年となる11月3日を中心に10月上旬から11月下旬をグリーンフェス&グリーンウィークとして記念事業を展開してまいります。まず50周年記念して、北本市グラフィックデザイン規制施行50周年ロゴを策定しましたので発表させていただきます。資料2の2ページをご覧ください。
近本市の市政プロモーションコンセプト&グリーンを定着させ、統一的に市内外へ町の魅力を発信行うため、昨年度に&グリーンのロゴを作成した事業者により依頼し、グラフィックデザイン制施行50周年記念ロゴを作成しました。今後、市職員の名刺や封筒、ポスター等でアンドグリーンロゴを利用することにより、市民の愛着醸成と市のブランドイメージを全国に発信してまいります。発信していきます。運用開始は令和3年4月1日を予定しています。それでは、50周年記念事業を含みます令和3年度当初予算にかかる個別事業についてご説明いたします。市政施行50周年記念式典事業についてでございます。お手元の資料2-3ページをご覧ください。市政施行50周年にあたりまして、長年にわたり市政の発展と市民福祉の向上に多大な貢献をされた方々に感謝状の贈呈を行います。感謝状等の贈呈を行います。予算額は295万9000円です。実施時期は11月21日を予定しています。市政要覧作成事業についてでございます。4ページをご覧ください。市政施行50周年を記念して、北本市のこれまでの歩みと現在の姿を描き、多くの方に本市をより深く知っていただくために市政要覧を発行いたします。発行予定日は令和3年11月を予定しています。予算額は400万円。アンドグリーンフェス事業についてでございます。5ページをご覧ください。市政施行50周年にあたり、暮らしの隣にあるさまざまな緑を通して自然に人がつながるという北本市ならではの地域資源を PR し、実感してもらうために北本市総合公園をメイン会場としてフェスティバルを実施いたします。アコースティックを中心とする音楽ライブと市内の個展を集めたマーケットイベントを軸として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に配慮し実施します。予算額は500万円です。実施時期は10月30日を予定しています。アンドグリーンマーケット事業についてでございます。6ページをご覧ください。本市では人口減少の抑制、定住者の増加を目指し、アンドグリーンというコンセプトのもと、各種市政プロモーション事業を実施しております。市政プロモーション事業の一環として、仮設のマーケットを訪れた人が町の魅力を知り、出店者や来場者が共に地域で活動している人たちとつながる場としての、機能を持つことから、地域愛の向上や関係人口の増加に役立つ取り組みと考え、令和2年度はマーケットの試験的な開催を行っています。令和3年度は市役所前緑の広場等において月1回の開催を行うとともに、合わせてマーケットの運営者育成オンラインワークショップ等を行い、運営方法を検討してまいります。予算額は200万円です。次に行きたい。
重層的支援体制整備事業についてでございます。7ページをご覧ください。市民の方が抱える総合的な問題に対し、行政、社会福祉協議会、地域包括支援センター等の専門相談窓口や社会福祉法人、NPO 法人等が連携を図りながら支援する体制を作り、断らない相談支援体制を構築し、地域資源を生かし、就労、居場所等の社会とのつながりを回復する支援等を行う参加支援の体制を整備します。また、福祉課に地域共生担当を新設し、総合相談、支援体制の構築を進めます。予算額は47万7千円でございます。続きまして、子育て支援事業についてでございます。8ページをご覧ください。令和3年4月1日以降に出生したお子さんの保護者の方に対し、おもちゃや文房具などに利用できる子ども商品券を配布します。子ども1人につき3万円分の子ども商品券を3回に分けて交付する予定です。本事業は県内初の事業です。予算額は386万5千円です。続きまして、新生児聴覚検査事業についてでございます。9ページをご覧ください。新生児期の早期に聴覚の障害を発見し、適切な治療や療育を行うことで言葉の発達を促し、コミュニケーションの力を育てるため、新生児期の聴覚検査費用の一部を助成します。予算額は117万円です。続きまして、トマトの町北本のトマトの栽培検定事業についてでございます。10ページをご覧ください。本事業については広報北本9月号において市政施行50周年記念事業に関するアイデアを募集した際に、市民の方から提案があったアイデアを担当課で検討し実施することとなったものです。北本市の特産であるトマトの魅力を広めて市民に愛着を持ってもらうことを目的に、市民が家庭菜園でミニトマトを栽培するための知識を習得するセミナーの開催から始めて、栽培した結果を評価するトマトの栽培検定の認定を行います。申し込み者には検定認定証を発行するほか、上位に入賞した方は11月開催の産業祭りでの表彰を予定しています。予算額は100万円です。次です。北本市創業支援事業についてでございます。11ページをご覧ください。北本市で創業を志す方のチャレンジをサポートし、長く続く魅力的なお店と成長していただくため、短期集中型創業セミナー、空き店舗等活用推進事業補助金、創業後トローアップを軸とした創業支援プログラムを実施します。予算額は47万円です。次です。北本カレーフェスティバル運営事業についてでございます。12ページをご覧ください。令和3年は市政施行50周年の年であるとともに、北本トマトカレー誕生10周年の年でもあります。北本トマトカレーのブランド力をさらに向上させるため、
北本総合公園において北本カレーフェスティバルを開催します。予算額は100万円です。10月中の開催を予定しています。次にください。北本駅東口駅前広場屋根整備事業についてでございます。13ページをご覧ください。北本駅東口の駅舎から雨に濡れることなくタクシーやバスの乗降、朝夕の送迎ができる屋根を整備するため、有識者等との協議、基礎調査、設計委託を行います。予算額は500万円です。続きまして、西小学校給食室整備事業についてでございます。14ページをご覧ください。本市においては全小中学校敷地内に給食調理室を設置し、自校方式による学校給食の提供を実施しています。小学校給食調理室については老朽化が進んでいるため作業環境の改善を行います。調理の様子を見学できるよう整備し、食育の推進に活用します。また炊飯施設の新設により温かい給食を児童に届けます。予算額は4億360万2千円でございます。次に文化財保存活用地域計画策定事業についてでございます。15ページをご覧ください。市内に所在するあらゆる種類の文化財を地域の資源としてまちづくりに生かすために文化財保存活用地域計画を策定します。市内の指定・未指定を問わず各種文化財の調査や普及啓発事業も合わせて行い、教育や観光のみならず産業や福祉などにも貢献できる文化財の活用を考えています。予算額は382万2千円でございます。次に、西戸川桜北川用地取得事業についてでございます。16ページをご覧ください。樹齢約800年、日本五大桜の一つで国指定天然記念物である石戸カバザクラの樹勢を回復させるために地権者のご協力をいただき、石戸カバザクラ北側の用地を取得して、木の成長に大切な粘り範囲の拡大を行うことで石戸カバザクラ樹勢の回復を図ります。予算額は608万8000円です。実動品および出土品展およびパネル展事業についてでございます。17ページをご覧ください。市教育委員会で調査を行った埋蔵文化財の成果を指導に展示し、さらに市制施行50周年にちなみ現在の市の様子を再起した写真パネルを掲示して、直接市民の皆さんに郷土の歴史を感じていただけるよう出土品展パネル展を行います。予算額は98万8000円です。オリンピック・パラリンピック関連事業についてでございます。18ページをご覧ください。市民の障害スポーツへの関心を高めるため聖火リレーの実施支援と聖火の受け入れを行うとともに、パラリンピック事前トレーニングキャンプ地としてアルジェリアパラリンピック選手団の受け入れと交流を行います。予算額は6321万9000円です。以上で私からの報告を終了といたしますが、何点か付け足して付け
出しをさせていただきます。一つはふるさと納税の寄付額についてでございます。令和3年2月16日時点でございます。約5億7000万円の寄付がございました。昨年度に比べますと倍増している状況でございます。昨年が県内4番目の寄付額でございました。今年はまだ最終統計出ておりませんけれども、このような状況でございます。それから、人口についてのデータがお配りございます。17年ぶりの人口社会増がございました。特に20代から40代前半の回復が顕著であることがこのグラフから読み取れると思います。令和1年元年、そして令和2年と比較していただきますとお分かりと思いますけれども、これが東京一極集中のコロナの影響もあるかもしれませんけれども、ようやく目指す方向性が見えてきたなという感じがいたしております。それから最後になりましたが、先日の広報に掲載した記事でございます。記者の皆さんはもうご覧になっているかと思いますけれども、昨年の10月27日にリクルートスーモーという無料新築マンションが掲載した記事でございます。首都圏、東京、千葉、埼玉、神奈川の市とそれから区184地区があるそうでございますけれども、総合ランキングで、所沢、和光、そして次が北本市で、安全安心な街のランキング3位となりました。これについては地盤工学会のデータをもとに、発表されたようですけれども、実際はその順位を競うものではなく、そういった地震あるいは洪水等の対策の自然災害をできるだけ、カバーしてほしいというようなことで、これは公表されていると伺っております。当初公表した折、即座に私がこの地震工学会の、これを主にまとめた先生とお会いしまして、これ以上のデータをいただきたいという話をしましたところ、快く全ての市の区のデータを頂戴することができました。中心埼玉だったでしょうか。その中で今さらにどこにどのような視点で、街づくりしたらよいかということで分析しております。これは総合力なんですね。例えばソフトハードで言えば病院の数、医師の数、それからスーパーの数、それからもちろんその他、例えば、下水道の経年劣化率みたいなことも入っているんです。で、相当の数のデータが入っている。それと同時に地震や災害に強いかどうかも含めて、首都圏の中で、最後にやばい。ただこの中にはコロナの災害についてはデータとして入っておりません。おそらく所沢和光市に比べ当市は、数が非常に陽性率が少ない町でございます。そういったものも含めますとまたまたデータのあれが変わってくるかもしれませんけれども、いずれにしましてもこれはこの町に大いに、風が吹いてきているなという感じがいたします。